キリト一人？ということは今時間あるよね。まあ特に予定もないけど。それじゃあデートしようよ。デート。最近エネミーと戦ってばっかりで飽きてきちゃったんだもん。確かにこのところ狩りやバトルが増えてたかもな。腕を磨きたかったからってのもあるけど。根を詰めすぎると能率が上がらないんじゃないかな。たまには思いっきり羽を伸ばさないと。それもそうだな。他のメンバーもいないし、出かけるか。そう来なくっちゃ。それじゃあ早速出発。それで欲しいものとか見たい装備とかあるのか？そんなの歩いてればそのうち決まるよ。ほらほら、あっちのゲームコーナーとかどう？キリトはゲーム得意だもんね。まあゲームと名のつくものは大抵好きだな。だよねだよね、私も大好き。あ、ほらカジノバーだって。行ってみようよ。見て見てキリト、ディーラー体験。あなたもディーラーになってみよう。もしディーラーで勝てばその分のチップは総取りなんだって。やってみたい。え、あれを？でも向こうにいるディーラーの服って。すみません、私参加します。あ、おいストレア。受付してきたよ。ディーラーは専用のコスチュームがあるんだって。着替えてくるからちょっと待っててね。じゃーん、美少女ディーラーのストレアです。どうキリト？なんというか。ねえねえ、似合う？ほらほら、目をそらさないでもっとちゃんと見てよ。おいおい、あの姉ちゃん随分大胆な格好だな。あの子がディーラーやるの？だったら俺ちょっと寄ってみようかな。注目されている。何？やっぱり似合ってる？ストレア、その格好は似合ってるんだけどちょっと大胆じゃないか？そうかな。確かに少し胸が開いてるけど、これくらい普通じゃない？あ、もしかして。なんだよキリト、もしかして私をみんなに見せたくないのかな。もう独り占めしたいなんて欲張りさんなんだから。でも愛しのキリトがそう言うならしょうがないかな。なんといってもキリトはパパだもんね。パパ？あの男がディラちゃんの？親子で GGO やってるとも思えないよな。だったらあの二人は。まずい、なんか変な誤解が生まれそうだ。ストレア、もう行くぞ。ちょっとキリト、そんな強引に。はい、着替えてきたよ。もうちょっと堪能したかったけど。今度はもう少し違う制服の時にな。その時は一緒に体験しようね、キリト。じゃあ気を取り直してこれからどこに行こっか。そうだな。さあさあ、皆さんベットして。赤ないですか、赤の人？ん？これはストレアの声。それじゃあ行きますよ。何が出るかな。ストレア、すっかりカジノがお気に入りになったみたいだな。でも普通の格好みたいだし、まあいいか。